イリノイタアーミナル鉄道、イリノイターミナル鉄道、報告記号、ITC、1937年までは、イリノイトラクションシステムと称していた、とは、イリノイ州の中央部と南部で1896年から1982年まで、大規模な旅客輸送と貨物送を行っていた、インターアーバン、都市間電気鉄道である。大不況の際、イリノイトラクションは、資金繰りに行き詰まり、 再編を余儀なくされ、ピオリやダンビル、セントルイスなどの主要な蒸気鉄道のターミナルを結び貨物の相互連絡を行うという当初の会社の目的を反映した名前として、イリノイターミナルという名前を採用した。インターーバンとしての旅客輸送は徐々に削減されていき、1956年には終了した。貨物輸送は続けられたが、 小半径の究極線を通過しなければならない、狭い平洋軌道区間がいくつかの町に、あ、ことが障害となっていた。1956年に i t c は、接続鉄道の連合体に合併された。i t c は、イリノイパーライト社の関連会社である、イリノイトラクションシステム、ITS に、実業家のウィリアム B ・マッキンリーが統合した一連の、インターアーバンの後継の会社である。 イリノイトラクションシステムはその最盛期には、イリノイ州の中央部と南部で9 0 0トルに及ぶ路線網で電気鉄道による旅客輸送を行っていた。この会社の本線はセントルイスからイリノイ州のスプリングフィールドまで伸び、さらにスプリングフィールドから北西のピオリや東のダンビルへ支線が伸びていた。関連の路面電車が多くの本線の通る街で、 地元客の輸送を行っていた。1928年にイリノイトラクションシステムが買収したエドワーズビルからアルトンを結んだインターアーバンに由来する東イントルイス地区にある区間が最後まで残存した。これはこの会社の路線がいくつかの町において、究極線のある平洋軌道を通過することにより貨物輸送において短い車両と特別なハードウェアを必要したためである。 この貨物輸送の問題を不完全ながら解決するため新たなバイパス路線がいくつかの町の周囲に建設された。スプリングフィールドはこの例の一つである。その他いくつかの町において蒸気鉄道にバイパスを提供するために線路使用権の取り決めを並行する蒸気鉄道との間に行っていた。冷走行の難しい町、町だけでなく鉄道もまたの例はイリノイ州のモートン。 ピオリアのすぐ東だった。よく整備された河川と重機場の線路が突如として、レンガで舗装された中心街のメインストリートを走るようになっていた。世界恐慌の中、イリノイトラクションシステムの経営は傾いていた。イリノイトラクションシステムは、多くの路面電車の営業を1930年代に、やめ、 そしてにより、電力の関連会社を切り離すことを余儀なくされた。旅客鉄道は1937年に、イリノイタアーミナル鉄道、ターとして再編され、電化されたインターアーバン路線の運営を続けていた。長距離の連結された旅客電車による輸送を、ピリオアトダンビルからセントルイスの間でおよそ20年程度続けていた。郵便輸送が輸送サービスを存続させる収入の、 助けとなっていた。1950年代になると自動車の優位が決定的となり、イリノイターミナル鉄道の旅客輸送サービスが利益を生み出すことが絶望的になった。これはセントルイスカーカンパニーから高価な流線系電車、ストリームライナーを購入した時よりも後のことだった。これらの電車はよく整備された郊外の専用軌道では十分な速度を出すことができた。 しかし、路線沿いのいくつもの町にある、平洋軌道区間の急曲線を克服しなければならず、さらに故障が頻発した。さらに悪いことに、この新たな車両は、他の鉄道や直通する高速道路額、競合することのないセントルイスとピリワの間でさえ一等展望車や、食堂車を持っていても、旅客を引きつけることがなかった。1956年3月3日に、 イリノイターミナル鉄道のインターアーバンの客輸送サービスは終了した。1958年には最後まで残ったセントルイスとグラニットの間の郊外電車の旅客営業が終了した。イリノイターミナル鉄道にはいくつかの重要な線路と貨物列車の顧客がいたため1956年6月に9個の一級鉄道に買収された。これらの集合体は イリノイターミナル鉄道を買収した鉄道に貨物をブディーゼルを動力としたショートラインとして利用していた。共同保有という形で再編されたイリノイターミナル鉄道は河川を外され、ほとんど線路、特にインターアーバンの町や村の平洋軌道区間が廃止となった。多くの地点でイリノイターミナル鉄道の線路は隣接する路線と接続され、 そしてオプションのルートとして利用できるようにな。その後の25年間、1956年から1981年は、非電化の線路で、セントルイスの北と東でこの会社を所有している、鉄道会社のための貨物輸送を行っていた。ノーフォークウェスタン鉄道は1981年の9月1日に、イリノイターミナル鉄道の所有権を購入し、 1982年の5月8日に正式に合併した。1989年にイリノイターミナル鉄道の後継のノーフォークサザン鉄道はノースタッカーブールバード900にあるセントルイスポストディスパッチ本社ビルからマッキンリーのすぐ南にいるブランチストリートヤードまでのミズーリ州セントルイスにある残りの現役の線路をイリノイ州オファロンにある アイロンホースリソーシーズに売却した。アイロンホースはセントルイスでの創業のためにレールロードスイッチングサービスオブミズーリ RSM という子会社を作った。RSM はセントルイスポストディスパッチの本社ビルの基礎部分にある地下の貨物ホームへ収集した新聞使用紙を積んだ有害者を運ぶために存在した。この用紙はポストディスパッチ社が 日刊の新聞の印刷をするために使われた。RSM の機関車はかつてアメリカ軍が保有していたエンド SW-8 だった。機関車は使用されていない時はタッカーブールバードの地下にあるフェンスで囲まれたトンネルに置かれていた。ポストリスパッチから線路は北に向かっていておよそ4ブロックは地下を走りも3ブロックはハードリー通りの中央を走っていた。 中間高速道路70号線の陸橋では、線路は1.5マイルの長さの橋を経由しながら、北、セントルイスを曲がりくねった道で進み、ノーフォークサザン鉄道が設けていた、ブランチストリートにある小規模な貨物ヤードに至っていた。RSM のセントルイスでの線路を使用した営業は、RSM の乗務員が鉄道輸送をやめことを選んだ。 郵便局から最後の空の有害者を牽引した2004年の6月21日まで続いた。これに続いて RSM の親会社であるアイロンホースは米国陸上運輸委員会に全線の廃止認可を2005年1月12日請求し後に認められた。線路と関係する施設の撤去が終了した後タッカーブールバードの下の地下トンネルが埋められた。それから アイロンホースリソーシーズは、線路敷地とトレッスル橋一部の線路敷地とトレッスル橋を歩行者と自転車の通れる道路にする計画を持っているグレートリバースグリーンウェイに売却した。ザ・この路線跡はザ・トレッセルと呼ばれる。ミシシッピ川を渡るマッキンリー橋は、当初1910年にイリノイトラクションシステムの電車がこの川を渡りセントルイスまで向かうために、 かけられたが現存している。一部のイリノイターミナル鉄道とその関連会社の路線の一部はスプリングフィールドの南にあるインターアーバントレールのようなレールトレールとなっている。イリノイトラクションシステムの発電所は電気鉄道が通っていた多くの街や都市で顧客に電気を販売していた。1930年代に鉄道と電力会社は分離した。 かつて系列会社だった電力会社イリノイパワーライト社を形成するために分社化された。イリノイパワーライト社はアメレン社に買収されるまでイリノイ州の中央部と部の大部分に電力供給を行っていた。親会社への統合は2004年に行われた。シャンペーンのイリノイトラクションビルディング、イリノイトラクションステーションやイリノイパワービルディングという名前でも知られる。 は、1913年にジョセフ・ロイヤーにより、設計された。このビルは、イリノイトラクションシステムの本社として使われるとともに、シャンペーンでの旅客駅としても機能していた。この後ビルは、イリノイターミナル鉄道の本社ビルとなり、1985年までは、イリノイパーライトの本社ビルでもあった。このビルは2006年に、アメリカ合衆国国家歴史登録材に登録された。 ノーフォークサザン鉄道は、同社の30周年記念に、NS1072、エンド SD70 シリーズディーゼル機関車を、入りのイターミナル鉄道時代の塗装にした。注釈。参考文献、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。